なんで、なんで、特に今年は12月にプレイステーションの30周年を迎えますので、日本のユーザーの皆様に直接情報と楽しさをですね、お伝えしたいと思いまして、今回の、展示を決めました。プレイステーション5プロという新しいハードウェアを世界で初めて一般公開をして使用していただきます。よりグラフィックであったり映像にこだわりがあるユーザーの方々に満足していただけると思いますので、ぜひトライをしていただければというふうに思います。